8月25日14時過ぎ、2日前に仙台育英を8対2で下し、新区の優勝旗を勝ち取った慶応義塾高校の選手たちの姿は日吉グラウンドにあった。普段通りの練習場所に報道陣を集めて行われた取材対応、そしてある選手から明かされた、笑顔の裏にあった、極秘の作戦とは。林監督は記念撮影をまさかの拒否。金色の K が輝く帽子をかぶり、19人の選手が報道陣を前に整列している。いや、いいよ、練習着できちゃっているし、ウェアを手でつかみ笑いながら、首を横に振る。とはいえ、遠慮しながら、最終的には選手たちと一緒に映る流れになるかと思いきや、最後まで孤児。本当に選手たちの輪に加わることなく、関係者と談笑しながら見守っていた。 監督なき優勝の記念撮影、そしてその後、メディア向けに行われた取材対応も、監督不在だった。取材は U18 代表に招集された丸田港と港を除いた甲子園優勝メンバーと監督がそれぞれのメディアに個別に応じる形式で行われた。つまり、監督のいないところで選手が話をするスタイルなのだ。 ブラウンドには映像機材を持ったクルーが10社以上、総勢100名近くの取材者が詰めかけていた。そんな多くの報道陣を前に、WBC 日本代表やサッカー日本代表のように監督が選手と横並びになって応じる形ではなく、選手個々に任せる方式にしたのは森林監督の采配なのか。森林監督に聞くと、最終的には幹事者、報道側の代表者、 この時は朝日新聞と話し合って決めたそう。そして、監督選手横並びの会見にしなかった理由をさらりとこう語った。全員並んで10分、20分の会見という形じゃ聞きたい話も聞けないでしょう。坊主頭など高校野球の常識を疑い、優勝インタビューでうちが優勝することで高校野球の多様性を示せればいい。 と話していた森林監督外戦の会見でも状態化した形式とは異なる一手を打ってみせた。子ども扱いしない姿勢。とはいえ、選手は高校生。大人数を前に自分の預かり知らないところで何を言うか、監督として気にならないのか。取材を受けるにあたって選手に何か伝えたか、と聞くとこんな答えが返ってきた。何もないですよ、笑。 試合ごとに四字熟語で選手に方針や考えを伝えることもあるんですけど、今回はなしです。森林監督が理想とするのは、ノーサインで成り立つ大人のチーム。報道対応においても選手たちの自主性を重んじ、子ども扱いしない姿勢は貫かれていた。筆者はある選手に聞きたい話があった。背番号13。 決勝戦に代打で登場し試合を決定づける5点目のタイムリーを放った足立秀樹内野手3年だ。代打の切り札としてのプレイぶりもさることながら気になったのはプレイ以外の言動だ。甲子園では全試合ベンチスタートだったが仲間がタイムリーを打てば本人以上に喜びを爆発させた。一方で相手が好プレーを見せてもなぜか笑顔はそのままだった。 アダチの躍動はフィールド内にとどまらない。NHK が試合中継で放映したチーム紹介の映像において、アダチの肩書きがありがとうチーフとしてテロップに表示されたことも話題となった。ただ、慶応高校野球部の HP を見ても、投手チーフ、フィジカルチーフ、データチーフなどの役職は見当たるが、ありがとうチーフは見当たらない。謎だ、実際。 他の三年生に聞いても、足立はムードメーカーでいつも元気にチームをこぶしてくれました。決勝の代打で出たあの場面も絶対打ってくれると信じていました。ただ、なぜ、ありがとうチーフ、になったのかはよくわからない、わら、と皆一様に首をかしげる。大村空通る空と首相が優勝後のインタビューで頂点までの道のりを、漫画で描いたようなシナリオ、と語ったように、 高校野球の常識から外れたチームには批判もありながら、日本一を目指し、最後には選抜で敗れた宿敵、仙台育英を倒す、と、慶応は見事に伏線を回収してきた。しかし、ありがとうチーフ、という伏線は回収されず、謎として残ったままだ。15時40分、取材場所にひときわ目立つ 180cm。 90kg を超える体育が姿を現す。ありがとうチーフと声をかけ質問をすると口元を緩めながらその理由を教えてくれた。キモい大作戦、笑顔でプレーする姿が印象的だった慶応の選手がそんな作戦を観行していたとは。その内容とは一体